好きなとこにいつだけ言うよ恥ずかしい。はい、皆さんこんばんは。ありがとうございます。毎週木曜21時ガールズサーズデイ第5週目、レアな5週目は私白井萌香がネギラの音楽セカンドと題しまして50分間生放送でお送りいたします。よろしくお願いします。そして、まあ、今日観覧に来ている方も来れなかった方もあのメールはいつでも受け付けてますので、cws@senjucross.com までぜひぜひお送りください。皆様からの質問や激励ツッコミなどさまざまなメッセージどんどんお待ちしておりますということで、じゃあ早速なんですけど、どうしよう、11月の1日に私のソロラストライブがあるんですね。新宿のデュース新宿っていうところなんですけど、まあ今日ちょっとね内見してきました。内見っていうのかな、こういうの中を見てきたんですけど、まあちょっと狭めの感じの箱で、でも多分大丈夫、暑くはないと思う。すごい綺麗だし、設備とかもソロラストライブ11月1日にやるんでぜひ来てほしいなと思うんですけど、じゃあ11月1日が終わってその後なんですが、まあ予想はついてると思うんですけど、グループに入ることになりました。イエーイ。もう今から情報解禁なんですね。今日情報解禁で、ホームページというかブログが出ました。はい、一人だけババアがいるんで探してください。言いたいんですけど、私1996年生まれなんですよ。これでも結構若い方なんですけど、この帽子の子ね、これ2004年生まれですよ。小5だよ、小5。うちの弟と一緒。あとね、あっちから中、違う、高2、小6、中1、中1、小5、高2、中1、第1。まあこんな感じで、7人グループでやっていくんですけど、まあちょっとどこまで行っていいのかわかんないんですけど、あれ8人と誰か見えてなかった。8人ね。で、まあもうブログとねホームページが開設されてるということで言おうと思いますが、東京喫茶っていう名前でですね、大元のプロデューサーさんは佐々木喫茶さんっていうことちゃんとか、そのあたりの曲をよくアレンジしてくれてる方がプロデューサーの方なんですけど、その中でこの8人の中で、ちょっと説明が難しいんですけどね、また小分けにされるんですよ。沢さんっていうライブ活動をご自身でもされている方と、ライクさんっていう曲を作ってる方がいて、この2グループに毎月課題曲を出されるんです、私たち。で、選抜メンバーがこう選ばれていって、それを半年間ぐらいそれをライブで披露した後に正式に沢さんとライクさんどっちかに分かれてデビューするっていう形になると思います。わかった？もうわかんなくていいよ別に。大丈夫。はい、初ライブの日程とかは載ってるのかな。11月18日になりますんで、ぜひ開けといてくださいということで、まあ、こんな話を長々としてもしょうがないんで、後でこれ見といてください。 URL 貼るんで、ツイッターにね。これからも私は辞めないで頑張りますんで、必然的に多分リーダーなんで、ちっちゃい子をこうまとめて、ね、いきながら、はいはいはい、そう頑張りたいと思いますんで、応援よろしくお願いします。まあ私の話なんてね、もうここで終わりにしまして、今日のゲストはですね、京本桃香ちゃんなんですけど、桃子とはもう付き合いは長いんですけど、3、4年ぐらい、そんな経たない、2、3年ぐらいですけど、こうやって2人で喋ることみんなの前ではあんまりないんです。だいたい K がいつもいるか、だいたい誰かいつも一緒にいたので、ご飯とか食べに行くことはねありましたけど、こうやって2人で番組で話すことはなかったので、今日はどんな話をしようかなって2人で話しててね、上でまあいろんな下水話をたくさんできたらなと思っておりますので、はい、一緒に楽しんでいきましょう。大丈夫ですか、ももしゅう。はい、ということで、それでは今回の放送のゲストさんをご紹介いたします。京本桃香さんでーす。やっほー。お願いします。じゃあ自己紹介どうぞ。はい、
皆さんお久しぶりです。今日も友香です。よろしくお願いします。さあ何を喋ろうか。はい、うん、どうしようね。なんか今日はいつもと服装が違うね。どうしたの。いやもうすっごいだるそうな格好で来ちゃった。うん、どうしたの。そう、いや意味はないんだ。特に意味はないけど、ごめんね。そう、うん、え、誕生日でしょ。てか明日。そう、明日なの。そう、今日前夜前夜。もうだって3時間後に。そう、22歳になっちゃう。わお、わお。どうする、22歳何する。え、何しようかなってまだ何も考えてない。でも大学4年生でしょ、うん、そうそう、卒業する年だから、うん、できたら、うん、じゃあ今年中に、今年中にってか22歳でやりたいことちょっとあげとこう、5個ぐらい。22歳で、うん、5個もあげる。じゃあ3つでいいよ。あ、でも旅行に行きたい、いろいろ、いろいろね。いろいろね、いろんなとこに行きたい、ね、はいはい、そう、いろんなとこに行きたいし、あとなんだろうね。でも結構単位やばそうじゃない。あ、そうでもない。そうでもないよ。本当そうでもない。え、結構順調。朝から大学行ってるもん、4年生なのに。そう、4年生のくせに、あの1限から4限までがっつりやる。え、足りそうな、卒業はできそう。あ、全然できる。あ、そうなんだ。と思う。あ、まあいけるっしょって感じ。若いな、ノリが。いやいや、若いから。やめて。私はそういうの心配になっちゃうタイプだから。真面目だもんね。そう、真面目なの。うん、だから、絶対無理。いや、大丈夫だよ。え、結構大学って緩いから。そうなんだ。結構簡単に単位くれるから。いや、ほんとマジで。え、これはほんとに。ほんと、うん、結構簡単。そんな頑張んなくてもいいのかな。うん、平気平気。うん、疲れるよ、4年間頑張ると。なんかダメな先輩がいるんですけど。どうしよう。いや、ほんとに。いや、もうね、そうなんだ、緩くやっていくのが一番いいと思う。あ、そうなんだ、うん。遊ぶのが一番だよ。大学？うん。やって最近ちょっと学んだ。え、なんかさ、大学生活ずっとさ遊んでこなかったから、うん、なんか今時間できてるから、うん、なんかバイトしたりとか遊んだりとか、うん、ちょっとなんていうの、なんか普通の学生のことをさ、うん、やるじゃない。やるじゃない。楽しいよ。本当？うん。え、遊ぶって何をするの。ご飯食べに行くみたいな。あ、飲みに行くとか。あ、まだ飲めないし。そうだっけ。そっか。そっか。そうだよ、あと半年は無理だよね。わ、すごい忘れてた。わ、全然飲める気だった。え、そっか、そうだそうだ。え、あとは、うん、どっか行ったりしないの。だってディズニーとかよく行ってない。結構遊園地系。あ、ディズニー、うん、ディズニー行くし、うん、いや、でもなんていうの、なんか大学生の友達が少なすぎて私。うん、何人。何人。何人。私2人。あ、2人。うん、同じ大学にってこと。そうそうそう、同じ大学。え、友達と呼べるのはゼロ。やばい。そうなんだ、うん、え、とりあえずグループラインに入ってるけどって感じ。あー、なるほどね。とりあえずね。そう、とりあえず。へー。とりあえずグループラインに入ってて、とりあえずツイッターの裏アカウント知ってるみたいな感じ。なるほどね。でもとりあえずだから、うん、なんていうの、ほんと全くない。大学であってもフルシカトの時もあるし。あ、なんかさ、うん、想像してた大学生活と違うんだよね今。いや、そう、オレンジデイズじゃないよ。本当にマジで。これはそれみんな言うよね。なんか教えてあげたい、みんなに。なんかさ、うん、こうアイドルやってるの隠してたの、うん、一生懸命。あ、うんうん、でも本名だからすぐバレて。うん、後期の目だよね多分。そうでしょ、後期の目。あ、あの、じゃきついものがあるから、好奇心みたいな。ああ、そうそう、で見られたりしない。うん、てかなんかさ、最近の女子ってさ、うん、性格悪いからさ。いやいや、人のマジか。そう、言えな、もうなんかさ、うん、陰口こそ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 言って。そういうのなかった、大学生活の時。あ、なかったかも。気づいてないだけじゃない。いや、まずね、なんだろう、女子と関わりがない。あー、そっか。まずそう。え、男女比は。男女比もうだんだん男女だんだん女って感じ。そんな曲もあったよね、なんか昔。じゃあまあ7対3ぐらい。あ、もっとかも、8、2ぐらい。ほんと、うん、へえ、そうなんだ、うん、じゃあまあ男の子と仲良くなるわな、それは。仲良くなるっていうか、なんだろうね、もうって感じ。なんかさ、よくやってるもんね、端っこでご飯食べてますみたいな。
いやもう本当なんだっていやもうガチガチ、いやもうなんか大学言いにくすぎて、うん、2,3 年の時とかもうわざわざ電車に乗って、うん、隣の駅にご飯食べに行ったりとかしてた。マジで、うん、なんで言いにくすぎて大学に、うん、狭いのキャンパス。あまずキャンパスも狭いし、うん、狭い上になんか人多いしみたいなまあ密集してるんだ。じゃあそう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 、うーんそうか、うん、まあ、でもあと3年半通える自信ないないや私もそれは言ってた言ってた言ってた1年通ったらもうお腹いっぱいだって言ってた。そう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 まあまあ頑張ろう、うんうん、頑張ろう頑張ろう。あと半年か、うんうん、そうか、うん、なんか出会ってからかなり経ってる気がするけどそうでもないよね。えそうでもないよ。いつ言うて最初に付き合い長いとか言うけどそこまでじゃない。うんこんなに否定される私いや本当じゃん。いつだったかな、あの初めて出会った場所を覚えてんだよね。 B スタジオ秋葉原の。あーそう懐かしいね。秋葉原にもうクソボロっちいあのクソボロなスタジオがねあってそう、そこでね、うん、そうライブとかをねやってたんですけど、うん、そう、そこでね、そう、うん、初めて挨拶したかも。そうね、コメント読んでいい？どうぞあ、読める式になったんだね。うん、ユースタだからね。あのさ、待って、うんうん、何コメちゃんがコメちゃんお誕生日おめでとうって。ああありがとうございます。よかったね。ありがとうございます。え、なんか消えちゃった。私が触ったら消えちゃった。なんか奥様の井戸端会議みたいだって。奥様って何？井戸端会議するの。メールが来ました。何？ももしとご飯行きたい。カンガルー。カンガルーの王のかやマジか、お前か。なんかさ、お前か、大野さんキモいよね。え、待って待って、いくつ？いくつ？あの人ね、確か30ぐらいだった気がする。30歳だった気がする。周りにいるでしょ、いっぱい。いや、でもね、あのね、これガチンコナイトっていう番組で言ってるんだけど、うん、いい人いんの、うん、てか、絶対彼女いるから、こいつ。あ、そうなんだ、うん、あの、共演、共演クソ芸人だな。そう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 、共演者食ったからね、カンガルーは。え、そうなの？そう、ガチ内で共演した子に手出してんだよ。え、キモそうなんだ。そう、言っちゃった え、キモい、誰？え、なんかね、知りたい。すごい可愛い子、ちょっと名前覚えてないけど。え、あれで可愛い子いけるんだねえ、だってそうじゃない？最低。あ、でもすごい可愛くって。え、だってカンガルーの王のだよ。クソつまんねえいや、最近面白いんだよ。え、本当に？うん、最近面白い。成長したんだね。だってガチナイト2時間あるでしょ、うん、ガチンコナイトって2時間あって、うん、そのうちの最初の30分を毎回大野の恋愛事情に使ってるの、うん、待って何それそう、なんかデート行ってみたいな。1回目が三茶で、2回目渋谷で、3回目アウトレット行ってみたいな。え、デートしかないの？いや、絶対あると思う。あけど、まあそうだね、まあ、一応相手もなんかアイドルみたいな感じだから。アイドル？いくつ？誰？はい、呼びます。あ、今度オーナーじゃなかった。どうも初めまして、食券です。誰ですかてか、どうも僕です。誰ですか今日の萌香ちゃんの服装いいねだって。あ、バタヤンだ。バタヤン。誰？バタヤン。バタヤン、うん、アキドラのね、で出会ったお客さん出会ったって言うとちょっと言い方はまずいよねえ、違う、まずいよね。そう、あのアキドラのね、いつも気にかけてくれる人、うん、あー、いい人なんだね。そう、いい人、うん、卓球がすごい上手い人うん、そこどうでもいいけどそう、だから、うん、え、そう、まあ話戻るけど、うん、ビースタで初めて出会い、あ、そうそう、それが何年、2013年ぐらい、あれ西暦で言う10月だったの。10月だよね、あれ。あれ、いやいや、もっと前だよね。え、9月とか1ヶ月しか変わんねえよえ、まあ、多分、あ、そうだ、9月だ。そうそうそう、9月の、ね、多分真ん中ぐらいに初めて挨拶して、うん、そうそう、だよね。で、うん、あれ何年、何年前、あれは2年前。2年前かな。2年前だって、うん、でまだ2年しか経ってないんだ。そう、え、で、その後あれ出たね。その9月の真ん中に出会い、その後すぐの10月のももしの誕生日、うん、あー、そう、あ、うん、誕生日だっけ、ライブ、あ、なんか主催かなんか。そう、主催、うんうん、それがももしって名前でしょ。そう、出ていただいて、そう、主催出て、そっからだよね。そっからだね。映画撮ったもんね、あの、うん、黒歴史みたいな感じの。あ、そうですね、そうですね、そう、そうだよね。あの時誰だったっけ。高橋夏美ちゃんと、うん、そうそうそう、私と K と、当時の事務所関係で、そうだね、そうだね、 C ちゃんと、そうそうそう、当時のね、
どうなったんだろうね、あれ。わからない。見たいね。見たい？見たい。今さら？マジか。確かに。いや、もういいって感じ。まあ確かに、うん、結構覚えてるもん、内容。うそ、うん、で、その後、うん、まあライブとかやって、そう、ポップキスの主催に結構、そうだよね、呼んでもらってて、で、ももちゃんがソロやめてそうそう、ネマキーズだけになり、私が LINE で勝手にやめて、そう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 、でね、ほんと、そうなの、ごめんなさい、ほんとにごめんね、びっくりなんか、で、その後、ももちゃんがポップキス入ってくれて、うん、そうそう、で、この間の6月で解散か、うん、そうそうそう、うん、結構いろいろあったね。いろいろあると長く感じるよね。本当、うん、申し訳ありませんでした。いや、もう本当もう本当、もうね、びっくりしたもん、ごめんびっくりした、本当。なんかね、うん、きっかけはね、やめようと思ったのいろいろあったんだけどね、うん、あのね、7月の4、うん、7月の6日ぐらい、7日か7日かなんかのデュオにネマキーズで出る予定だったよね。で、その時にワニとシャンプーやるって言ってももクロで練習してたの。そう、5日ぐらいに、7月5日ぐらい練習してた、うん、練習してる時にふと、うん、なんかもうやめなきゃダメだって気になって何なのそれはで LINE してみたしてみたじゃないよ、ふぐふじゃないしね。そう、本当助かりました、うん、ありがとうございましたこういうやつなんですよ、本当にこういうやつ。そう、あの時からね、変わってしまった。何が？全てが。私も変わったわそんなん言ったらそんなん言ったら私だって変わった。ですよね、うん、そうそう、お互い変わったよね、いろいろ、ね、うん、なんかね、うん、でもけいちゃんにも気使わせてしまったね、すごく何その言い方、うん、まあ確かにね、だからけいちゃんが一番大変だったんじゃない。そうですよね、うん、ああやめちゃった、ああ入ってきちゃったショーだったよ多分、おーって感じでしょ。確かに確かに、そう、何も言えんけんって感じ、ね、そんな感じするよね、うん、基本ね、うん、そんな感じだから ね、そうそう、なんか会いたくなってきたな、みんなにしーちゃんにも会いたいし、久しぶりに。いや、ほんとそうだね、うん、全然。あの時のダサいレイジだっけ。ああ懐かしい、知ってますか、自分で言って懐かしい、知ってますか、ダサいレイジ。知らないよね、みんな。今のネマキーズの原型かな、うん、だよね。最初はスマイレイジさんのカバーだけしてて、そう、それがあのスマイレイジのカバーしかやらなくて、衣装がジャージでダサいから、そう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 、ダサいレイジってなって、そうね、で、そうで、しーちゃんが忙しくって、そう、まあ大人の事情だよね。まあそうだよね忙しいとか多分関係なかったよね忙しいは絶対ね、後付け。あ、そうだよね、うん、そうだよね、大体大人ごちゃごちゃしてんな、ほんとにあの、ほんと、もうちっちゃいところでごちゃごちゃしてるからやだやだ、どうしようね、うん、まあ、大変、頑張ってね。え何をだろうねえ、あのさ、うん、そう、さっき話してたんだけど、うん、なんか2人ともすごいあれが似てるんだよね。ちょ、言ってももし私から言わないから。いや、なんでそんなさずる。え、何、何が似てるの。なんか似てない。何は似てないきつー、ここで話すのそれ。え、あ、マジか。あ、アキドラから聞いてるんだって。バタヤン絶賛アキドラから聞いてます。あずみちゃんからです。かわいい、好きだよって。あずみちゃん、私も好きだよ誰あずみちゃん。あずみちゃん、アキドラの子あ、そうなんだ。そう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 、うん、でもなんかもう前説がないからもう全く分かんないわそうだよね、そうだよね、あずみちゃんね、はい、そう、なんかそう似てるっていうのは、うん、私たちがこうダメオが好きってところが似てて。いや、別にダメオが好きなわけじゃないから一緒にしないでくれやめて。じゃあ何、じゃあ何、勘違いされるから。じゃあ何、いや、ダメオに引っかかるのね私好きなわけじゃないの。あ、そうなの。引っかかるの。あ、私ダメオにしちゃうタイプかも。あ、私育てるタイプ。あ、育てるタイプ。一緒一緒一緒。やめてー、ほんと一緒にしないでやだやだ、私もやだね、うん、やだね、お互いね、やだ。なんかさ、うん、ダメよってさ、うん、取り繕うのうまいから、すごい大野さんみたいな感じでいや、大野さん、うーん、大野さん、え、でも大野さんって真のダメよかな。いや、真のダメよだろうな。真のダメよだよそうだよねそうだよ、そうだったわ、うん、うん、え、どういう人がタイプなの。どういう人がタイプ、うん、性格とか顔とか、性格とか顔とか、
いや顔関係なくて私、うん、もうストライクゾーンが広すぎてねじゃあ本当ドストライクはもう超ド級ど真ん中みたいなのは、いやそれもないんだよね。マジ、うん、それダメだねえ、そうだから、え、多分私今まで生きてきた中で本当に好きな人って多分できてないと思うなんか深い話始まった深い話始まったけど、うん、本当もう、まあ、それはでもないよ。私もだってまだ19年しか生きてないし。あ、そだって22年でしょ。22年これからじゃない、これからかな、うん、って思うようにしてるよ私はなるほどね。いやでもなんかね、周りがだんだん結婚し始めてるわけよ。はい、そうですね、そうですよね、そうなんですよいやそう、地元の子とか、あとなんだろう、その大学にもね、学生結婚してる子が何人かいて。マジ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 、お互い大学生でみたいな。え、そんなんいるの。いるいる、席だけ入れるみたいな。なんで入れなくていいじゃん別にそんな早々と入れる必要あんの。入れたいんじゃん。まあ、なるほどね、うん、いいよじゃあ続けて。そうそうそう、うん、いやそう、なんか周りにすごいいて今時期、うん、急に急に飛び出してきてポン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 。え、同じ学年で。同じ学年、同い年。まあもうすぐ卒業だしねみたいな感じじゃん、うん、そうなのかな、うん、なんかね、そうなるとね、あ、私もそんな時期かって。まだ早いよ、適齢期だって遅くなってるもん徐々に。そうなのかな、うん、いやもうすごいね、なんか手相でね、めちゃくちゃ晩婚って言われたの信じる系手相とか。もうめっちゃ信じる。もうだって晩婚って言われてどれくらいですかねっつったら30の、うん、後半ですかねって言われた。まだ埋める、まだ埋める、大丈夫。少ない。まあでもさ、大変だよね。だって結婚したらさ、家事とかやんなきゃいけないでしょ、うん、無理。え、やりたくないやらなきゃいいんじゃん。じゃあ、え、だから全部やってくれる人と結婚したい、うん、それか働いてくれるし、そう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 、全部家のこともやってくれる。そう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 、無理だわ無理。それかもなんか誰かやってくれる人を雇えるぐらいのお金持ちと結婚したい。あ、うん、それはありかもでしょ、うん、それはありかも。なんかで、その人が夫と不倫とかしてわちゃわちゃしてみたい多分許せる気がする。私、いやいやいやえ、ちょっと話が変わってくるけどそうなるとうん、ダメかな。うん、ダメかな。あ、かな、うん、じゃあそれはやめといて、うん、やめとこうそれやめとこう。え、で、うん、タイプは優しい人とかなんかあるでしょ。もうほんとないんだよな。もう私のことを一途に好きでいてくれる人だったらいいかも。あ、浮気とか、ね、うん、もう流行ってんじゃん、なんかさあ昔からよ、うん、不倫とか、うん、浮気とか、うん、もう流行りすぎてて、うん、あーって感じ。まあ、不倫はねちょっと犯罪だからあれですけど、うん、犯罪なの。犯罪なんだ。犯罪でしょ。もうだって法律違反だもん。へえ、捕まらないけどねえ、あ、捕まらないタイプのソフトな法律ってえ、なになに。違くって、全然わかんない、うん、お金を要求されるだけ、不貞行為で。あー、うん、そうなんだ、うん、お金で解決。そう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 、大人だね。いやでもバレなきゃいいんだって、そんなのは。まあそんなのはバレなきゃいいんだけど、うん、やっぱ自分の幸せつかむためにはちゃんとした人と結婚した方がいいじゃん。まあそうだね、確かに、うん、え、じゃあどういう人がいいの。え、だから全部家事やってくれてあの、私のことを好きでいてほしいんですけど、うん、なんかでも最近本当に恋愛に興味なくて、ここ1年くらい、うん、もうなんか冷め切ってる、すごい。ここ1年ぐらいらしいなるほどね、うん、はいはい、すごい冷め切ってるから、もう別にいらないかな。え、それはなんで、なんかのタイミングで。いや、なんか急に興味なくなっちゃった、うん、なんでだろう、やっぱこれからなのにね。みんな落ち着いてきちゃったんだよね、私の周りが。みんな彼氏いるし、うん、結婚してる子はまだいないけど、うんうん、彼氏いなくても全然いいみたいな子ばっかりなの、周りが、うんうん、あ、なんか私も別にいいかなみたいな。今楽しいし仕事みたいな。あ、そう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 、さっき見たグループのあれ、うん、見た。年下ばっかだからさ大変だなって思ったそうなんだよ ね、大変だなって。そっちが大変だから別に、うん、全然ない。だからいつの間にか大学辞めてそうだねそれは大丈夫、それは大丈夫。心配になってきた、うん、そう。でも大学は授業は楽しい、普通に、うん、あ、そうなんだ、うん、学びたいあれだったから。あ、そっか。だけどね、英語ができない、それだけ。英語ね、必修だもんね。そう、外国語何取ってる、ね、大学生みたいな会話いや大学生だからね、外国語何取ったっけな。スペイン語。韓国語取ってなかった。あ、取ってた、うん、うん、落とした。え、
頑張って落としたとかじゃなく諦めて落としただってさ、なんか、うん、なんだっけ、めっちゃ聞いたの読み方。そうそう、私韓国語わかんないんだけど、お母さん韓国人だから聞いてさ、なんかももしからすごい送られてきて、これハングルをねめちゃくちゃ送って、そうどう読むのか、そうそう、たらお母さんもなんか気合い入っちゃってさ、全部ピュッてきたよね。もう全部送ってくれた。そう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 、もうすっごいありがたかったんですけど落としましたすいません、残念でした。難しいよね韓国語はね。難しい、無理無理。で英語と韓国語と、英語は必修じゃん、うん、で韓国語、中国語、うん、スペイン語、うん、フランス語、うん、フランス語はね2週目で諦めたフランス語一番難しいもんだって。もう難しい、男性名詞とか。あ、そう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 、女性名詞とかでしょ。え、スペイン語超余裕だよ。マジで？うん、ないんだ。でもうちローマ字読み、あ、ないの？そう、なんで？なんでだろうなんでだろうね。そう、少ないの、すごい語学が。あ、そうなんだ。国際系弱いからすごい少なくって、うんうんうん、英語とね、うん、フランス語とイタリア語と韓国語しかないかな多分。少な、うん、少ないよねちょっとね今の時代ね。へえ、そうなんだ。そう、少ないね。だってさ、ももしも選んでるだけで5個あるでしょ。そうだよ、もっといっぱいあるね。そしたらもっとあるよ。すごいね。ドイツ語、あ、ドイツ語とかも、あ、わかんない、うん、あとなんかもっといっぱいあった気がする。まあ大学生ならではだね。なんか喋れるようになった、うん、いや全然喋れるために多分ね講義取ってるわけじゃないからね。何のために取るの。え、単位のためでしょいやいやいや、そういうことか。 その他ないからね。そっか、そうそうそう、単位のためか、うん、じゃあスペイン語が簡単でいいんだね。そうそうそう、あったら取ろうかな。じゃあめっちゃ余裕。へえ、あと楽しかった授業は、大学4年間で楽しかった授業か、なんだろう。ゼミ、あ、ゼミ、ゼミ、あのねマンツーマンだったのゼミが。うん、ほぼゼミじゃないじゃんそれまあそうなんだけど、ほぼ行ってない。え、嘘、ほぼ行ってないし楽勝だったから楽しかった。あー、そうなんだ、うん、え、何専攻してんのちなみに。わからない。え、わかんない、本当にこれねマジでわかんない。みんなに聞かれるんだけどね、本当にわかんないんだよね。何勉強してんのじゃん。何勉強してんだろうって感じやばいよ。なんかとりあえずなんか大学がキリスト系だから、うん、キリスト学んで、あと人文学部、うんうんうん、日本文化学科ってとこだから。なんか難しい名前だね。もうそれも、そう、なんかね文学系、なんか近代文学とか古典文学を学んでるらしい。夏目漱石的な。あ、もうちょい古いかな。もうちょい古いの、うん、じゃあなんだろう、卑弥呼的な。あま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 あ、そのレベルかも、そのレベルかもしれない。マジウケるわ、うん、そんな感じ。またやん、またあメールが来ました。そう、あ、だから2人ともダメ音に当たるんだねって。何のだからかなこれあーってなんだろうね分かんない。ダメ音が言うのもなんですが、うん、だってダメ音なんだって。うん、ダメっぽいもんね大学って大変なんですね。私専門学生だったの。あ、専門学生っていう道もあったね。いや専門学生の方が大変でしょ。え、専門ってさ、 ああいうイメージしかないんだけど、なんか美容師とかメイクとか。もっといっぱいあるじゃん、いろいろ。どんなのがあるの。うーん、わかんないけどそうなんだ、無限にあるんじゃない。あ、いろいろでしょねえ、ありそうだよね。やっぱ服飾とかさ、うんうん、メイクとかそっちの方が多いんじゃないのかな。多いのかな、何なんだろうね、まあ、よくわかんないかも。終わりにします、うん、質問に答えるじゃあ質問ないよ、質問なんて。なんか大学って大変なんですかって聞かれてなかった。あ、そう、ね、もう大学生毎日休みだからね、大変じゃないよね。 OK、 いや私収録だよ休みみたいなもんじゃない。必修が毎日ある。なんで。うーん、いじめ。いじめ。あじゃあ仕方ない。そう、大変な学部に入ってしまったから。あ、学部によってね全然違うよね。全然違う。だって経済の子とか、うん、今こうあの1年生で週4とかだもん、まあ、だってそうだよね、うん、なんか整形とかってさ、もうあれじゃん、もう遊びに来てるじゃん。いや私でも政治だよ。それで学んでんの。あ、なんか虫いる。あー、あー何の虫。なんかアリみたいなやつ。え、そうすごい忙しい、うん、はい、ね、うん、でもまあまあ仕方ないよね。なんかでもそっちの方が規則正しく生きれる気がする、うん、うんうん、それはね間違いないかも。でしょ、うん、私ももちゃんのこと何回も探しに行ってるんだよバイト先に。え、なのに見つかんないのえ、どういうこと。だから見つけに行ってんの、うん、いつも。あ、そうなの。ここかなみたいな。場所違うんじゃん。いや多分合ってる。
本当にここかなみたいなの言ってるけど、うん、1回も会ったことない。え、じゃあシフトが合わないんだと思うそうなの単純に見に行きたい。なんか来るんでしょたまに、うん、あ、たまに来る来る来る、そうそ う, そう飲みに来てくれるそうなんだ、うん、ちょっと違うよね。違う違う、お酒じゃなくてあのね、もうめちゃくちゃピュアなあのフレッシュジュースを飲みに来てくれる、うんうん、でしょ。そうそうそう、探しに行ってんのにいないから、うん、ああ嫌われてるんだと思って。いやいやいや、シフトが被ってるでも10日間休みだから私。なんで何すんの。もう誕生日付近は入れないでこうと思って。あ、そうかそうかそうか、うん、誕生日何すんの。明日何すんの。明日はアリーヌ、わかる、うん、カトリさんが祝ってくれる。いいじゃん。そう、あのね、毎年カトリさん祝ってくれるのよ、うん、私一人だから優しいでしょ、わざわざバイト休んでくれて。優しいね。やばいでしょ、もう、うん、いい後輩、あ、先輩かもうどっちだ。え、カトリさんの方が年は下だよね。年は下で、高校の後輩。あ、だけど、なんだ、グループの先輩だったからちょっとややこしい。あ、先輩なんだ。そうそう、うーん、じゃあカトリさんはいくつ今、うん、20歳20歳になる、12月で。あ、そうなんだ、うん、そうそう。また大野さんから来たけど。ああ、で、大野は真のダメ男だよ。待って、暇なの。え、暇だよ多分。大野がお金持ちだったら付き合ってくれますか。だって、え、無理。大野さんお金持ちな想像ができないもん、まずまずできないし、うん、お金持ったらすごいことになりそう、うん、なんか怖い、嫌な遊びいっぱいしそう、うん、やだ、なんか変態っぽいもん。あっ、ぽいね。ぽいよね。ぽいぽい。なんかもうダメ男の塊って感じがする、大野さんは。え、大野さん暇なの。暇だよ、だってバイトもしてないもん、なんか家で怪しい仕事ばっかしてね。あ、そうだよね、あのパソコンでってやつでしょ。そう暇なら来ればいいのにね。確かに、出ればいいのにね。ね、やべえ、よかった。今から無理無理いや、多分来たらみんないないっていうパターンで。なるほどね。そう、なんか大野さんはいつもガチ内で触ってくるし、うん、セクハラみたいなこと言ってくるし。よく続けてるねでももう次で終わりだよ。あ、よかったねいや、ガチ内すごい楽しいから。わかる、楽しいよね。そう、長いけど いんだけど、うん、その大野さんのセクハラだけちょっとどうにかしてほしいですよね。無理無理なんだっけ、大野さんの相方なんだっけ。え、なんだっけ、ちょっと待って。あ、小林さん、小林さんね。そう、小林さん。あ、ん、どっちが、え、どっちがボケでどっちがツッコミなの。まずネタ見たことないから。 あるよあるよ、はい、あるよ。どんな感じ。なんか、ね、あらすじを。あらすじ、それあらすじも残らないぐらい面白くなかった、うん、あーあー、オッケー、わかった、うん、でもなんかね、どっちだったか、多分小林さんがツッコミじゃないかな、多分ね。なんかどっちもボケもツッコミもやるみたいな感じだった。あ、そうなんだ。なんかね、面白いらしいよ、事務所ライブでよく1位になってるって言った、うんうん、見に行ってみる。いいわいい、そうなのね、うんうん、でもお笑い好きでしょ結構。うん、好き好き、見に行く、うん、うん、どこ行くの。無限大ホールが多いかな、吉本の。うん、うーん、私も何回か無限大ホールはないけど、うん、なんか付き合いで行ったことあるけど、なんか意外と面白いよね。面白い、ハマる、うん、よね。なんかいろんなの知っていくしね。そのなんて言うんだろう、いっぱいいるなって思う。あー、なんか大変なんだろうなって感じ、うん、地下アイドルと同じだなって思う。あー、まあでもなんかその吉本のピラミッドの、なんか若手の人ってピラミッド式なんですけど、うん、なんかそれってなんかアイドルより残酷だよね。なんかアイドルってさ、可愛ければどうにかなるとこあるじゃん。うん、うん、歌下手でもダンス下手でも、うん、可愛ければ可愛くて若かったらみたいな。そうそうそう、それとこあるよねじゃん、うん、でもお笑い芸人の人たちってかっこいい人あんまりいないし、だし面白くないといけないし、うん、大変だなっていつも思う。だから大野さん大野さん相手にしてる小林さんは偉いなって思う、すごい。まあね、うん、そうかな。何の話だっけこれ。どっちもどっちな気がするけどでも小林さんは彼女いるんだよちゃんと。あ、でもあれでしょ、紐でしょ。え、そうなの。え、知らない。え、彼女にいろいろ出してもらってるって言ってなかったっけ。なんかそうなの。じゃあダメ男だわ、やっぱ芸人ってってなっちゃうねそうなるとはい、はい、こんばんは。不倫は痛感罪になり罰金刑になります。
プリン厚みさんからこんな親切に親切に教えてくれてありがとうございます漢字難しいねえ、女が3人もいるわこれさ、女が3人もいるわって言って分かった、みんながすごいよね結構そうだね、うんうん、いや大人だから、大人だから、大人だからね、いい大人だからね、そっか、通関帯ぐらい分かんじゃないですか。じゃあ不倫はやめとこう、やっても浮気まで、浮気も良くない、浮気はだってないもん、拘束力ないもん、大丈夫だよ。どういうこと、あ、バレなきゃいいってこと、うん、でもめんどくさくなりそう、なんかもうどっちがどっちか分かんなくなりそう。あ、まあそれはあるかもね、うん、どっちとなるなるどっちとこのテレビ見たっけみたいな、うわ怖い怖くない、違う、私の話じゃないよ別にいやそうだけど、え、怖いよね実際、そうなんだったら、そうそう、例えばさ、じゃあこの間見たあれだけどさみたいな話とかよくあんじゃん、ドラマで、うん、この間見た映画がどうのこうのみたいな話して、え、俺見てないけどとか言われたら、うわもう冷や汗半端ないでしょ、怖すぎだよ、怖い、そうたら、まあ、自分が悪いんだけどねそれは。え、どう言い訳する、そうなったら。てか私なら多分、もし本気で浮気するとしたら、うん、同じ映画2回行くね、あのそっちともそっちとも行く、うわ時間費やすねだ土曜日浮気ってと映画見たら、日曜日本命の相手ともう一回同じ映画見て同じ感想を言って、後日あこの間の映画さとか言っても全然大丈夫じゃん。いやまあそうだけど、うん、頭よく行こうぜそこはそんな時間費やすめんどくせえ、やっぱ、まあ、確かに浮気ってよくないってよくないよ、うん、よくないよくないよくない、だって浮気されて悲しんでる女の子いっぱい見てきたもん今まで、うん、なんか特になんかチャラい人と付き合って紐みたいな感じになってみたいな、そんな大学生なかなかいないよねなかなかいないかな、いやでもなんか、うん、周りそういうの多すぎて、最近多くない？多い、え、そう多いから、うん、なんかもう嫌だよね、無理、うん、なんかどの人がいいのか分かんない、確かに何を信じていいのかも分かんない、うんいやそうなるよね、うん、そうそうそう、だからもう最近は、うん、あんまりその信用しちゃいけないんだなってことを学んだ人をね、あーそうね、大切、男子も女子も、うんうん、ね、大切大切、そうだよね、あのね、結論そこだよね、ほどほどがいいでもさ将来子供とか産んでさ、うん、こう同い年の、大体同い年の友達とかだと同じ時期にまあなったりするわけでしょ、うんうん、で子供が遊んだりとかするわけでしょ、うんうん、そういうのは結構夢なんだけど、うん、でもそういう子たちも将来ああなったりこうなったりするんだよなんかうちらのさ世代の子供が生まれた時がもう心配、うん、もう怖い、うん、もう世の中ね、いろいろ進化してさ、今こんなんじゃん、うん、今こんなんでしょ、うん、もっとさ大変になるじゃん、なんか日本って陰湿だもんねすごい、うん、国民性が、そうなのかな、うん、だから怖い、もっといじめとか増えそうで、あーそっち方面ね、あ、うん、ごめんそうだからもうなんかやだなって思う、子供を産みたいけど、うん、もし自分が子供産んだらそんな世界に巻き込まれるって思ったら、いやーね、確かにそれ考えるね、自分のお腹の中でずっと置いとこうかな、うん、いやそれもまずいけどそれもまずいけどそう、うん、なんかこうチュチュと栄養とかプチみたいに入れたりして、どう、そういうのもできそうじゃない将来、いやしたくない、うん、したくないできたら産んどこ、あ、話変わるけどさどうぞ、11月のさ、2日は何するの、うん、振り方下手くそなったなこんなだったっけ、うん、今日はもうちょっとね、でも白井さんってもう MC もうめちゃくちゃうまいってイメージしかなかったからびっくりしちゃった、今日、うん、今日はまあ2人だしいいかなみたいな、そうそう、何やってんので気持ちいいんだよ、うん、ね、何やんの、あーそう、11月2日にですね、うん、あの私の、うん、バースデーイベントがありまして、うん、で初ザイザドアーズっていうね、あの6月の下旬にあのネマキーズとポップンキスがあのね解散した、うん、あの場所で、うん、またなんとポップンキスとネマキーズが一夜限りの復活をするんですよ、うん、え、何曲ぐらい歌うの全部で、あの結構やる、ネマキーズだと4曲、うん、ポップキスだと7、うん、じゃあほぼじゃん、うん、結構がっつり、そうなんだ、そうそうそう、出たかったけど、ね、なんで、うん、え、あれのせい、あーなるほどね、あ、遊びに来てよ、空いてたらねこういうやつなんですよほんとでも多分空いてると思うよ、行くね、うん、来て来て、うん、うん、で
そこで誕生日会をやるんだよね。そうなので、うん、うん、いいね。そうそう、でも今回ね、え、もうマジでやばくて。何が動員、うんあのね、いやもう直前で中止しようかなっていうレベルどうしてなんだろう。何曜日、月曜か、月曜か。何人、じゃあ目標何人の、目標っていうか理想何人なの。え、理想、理想はドアーズだと、うん、なんか100入ると結構見てる人たちが苦しいらしいの。うん、おデブが多いってこと？いや、そういうことじゃないんじゃない？細いのが100人とさ、おデブが100人は違うじゃん。いや、まあ違うけど、うん、じゃあ何人がいいの？理想は？理想でしょ？いや、でもみんな見やすいぐらいがいいんじゃない？じゃあ100ぐらいってことね。うん、まあまあ、うん、で、今それの何分の何ぐらいなの？いや、もうね、言えないぐらい。お、マジで？うん、マジか。あのね、うん、いやマジもう2時間ぐらい語れるけど本当にやばい本当、うん、みんな忙しいのかな。もうなんかブランクってこういうことかって感じ。あー、なるほどね。うーん、まあでも、うん、別にさ、うん、動員少なかったからって怒られないじゃん。でも怒られないけど気分的に良くないよね。まあ確かに気分はね気分は良くないよね。そうか、うん、しかもさ、なんか自分のさバースデーですって言って、うん、いろんなさ出演者の方たちがさ来てくれるわけじゃない、うん、アイドルの子とか今回芸人さんとか、うん、しかもスペシャルゲストがめちゃくちゃあのやばいんで言えないんですけど、うん、そう、もうなんか申し訳なくない？人少ないと、わ、少ねってなるじゃん。うん、確かに。あんま KJK の子たちとかめちゃくちゃ優しいけどさ、ステージ出たし、わ、少ねってなったらさ私さ、もう KJK に土下座ほんと大丈夫だよ、なんだかんだみんな来るから。来るのかな。うん、全然気にしてない、そういうのは。だって気にしない方が後々嬉しいもん、うん、あー、え、どういうこと。だからできるだけ少ないなって思っとけばいいってこと。っていうか、なんかできることって限られてるから、うんうん、告知したり、うん、まあツイキャスとかさ、なんかあんじゃん、いろいろ用途が。それを自分なりに一生懸命やって、うんうん、当日何も考えないで迎えたら、あ、意外といるじゃんってなる。なるかな。ポジティブにいこうぜ。まあ、なったことないんだよね今までずっともう生誕って。確かに、そう、終わったら楽しいけど、それまでがストレスすぎて、ハゲそう。やだやだ、ハゲたモモシなんて見たくないよ。だろうな。まあそんな気にすることないと思う。しかも今回なんかめちゃくちゃ内部に関わりすぎて私、うん、どういうことだ、演出的な。そうそうそう、演出もそうだし、うん、あと企画とか、これあんま言いたくなかったけど、うん、企画とかもほぼ考えてやったから、うんうん、まあそれは来てほしいよね、うん、じゃあ宣伝しとこう、いっぱい言って言って。はい、言っ11月2日初代とドアーズにて、何時からだ、18時50分から、うん、トップバッターがもうネマキーズから始まるんで、うん、できればそっから来てほしいです、うん、でも一番後ろはポップキスで締めるので、うん、もうその中の内容ももうごちゃ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 いや言い方あれですけど、もうすっごい濃い内容になって楽しいので、うん、あのアイドルの人たちもそうですし、あのプライベートでも仲いい、あの加藤郁美ちゃん、郁美、うんうん、とか、うん、あとは KJK の子たち、うん、あの川崎に住んでるんでそうね、そうね、KJK の子たち も、うん、もう出てくれますし、うん、しかもあの芸人の方もあの過去に共演した人たちとか、あとなんだ、私が最近気になってる芸人の方たちとかもう出てくれます、うん、であのアイドルと芸人のなんかあのコラボじゃない、あの漫才とかしないんですけどあのね、バラエティ的な企画とか、なるほどね、はいはい、ね、ちょっとおっていう感じのやつもあるので、はいはいはい、楽しいってことだね。ぜひぜひ、いやもう本当楽しいはずなので、うん、本当来てください。はい、よろしくお願いします。あー来てほしいね。あー、もうどうせ来ないってあのね、いやもうね、なんていうの、
みんな私のツイッターミュートしてるっていうぐらい反応がないからもう怖くて仕方ないからもう昨日あたりからもう告知してない、うん、しようしよう怖くてリツイートするからしよう、うん、ありがとう、うん、いやでもね、うん、大丈夫だと思う、萌香は無責任なことは言えませんが、うん、うーん、ももしゅ、何年間目だ、何年目、今8年目だっけ、8年目、8年やってきてね、そんな見捨てることはしないと思います。いや結構バッサバサ見捨てるぜみんなね、こうなるんですよ、す生誕とかさ、自分が主役のライブの前はこうなるんです、そう、プレッシャーがね、はい、ありすぎてメンタルが、そう、もうね、自分の誕生日どころじゃないの、あと3時間だわーいって感じじゃないの、わかるわかるわかる、うん、うん、すごいわかる、全然、まあ頑張りましょう、うん、応援します、ありがとう、ありがとうございます、そう、白井さん応援してるんで、あの、来てくださいはい、そういうことになります、お願いします、はい、じゃあ告知は、あとは、うん、なんか他にもあれば、あと他、うん、他はね、ないな、まあとりあえずじゃあ11月2日に重点を置いて、うん、っていう感じで、来てください、お願いします。オープンは半18時半 OK、 じゃあ、あ、で、あの、入場特典もあるので、うんうんうん、あの、誰予約とかじゃなく、あの、入場してくれたらみんなに当たるランダムの写真があるので、いいですね、ぜひそちらも、はい、お願いします、よろしくお願いします、はい、私の告知は、はい、もう11月1日、うん、そうだよね、そうそう、そうじゃん、ソロラストライブ、いろんな曲を歌います、お、どういう感じ、紙鉄砲も使うし、おー、うんうんうん、うん、例の曲、あとはあとはあのほら、私が昔入ってた大人数のグループの曲とかもやるし、マジで、え、それは許可降りたの、降りてない、うん、大変あとほら、そうそう、うわ、そこが定期公演よくやってるライブハウスの目の前にあるなんとかカフェっていうところでよくやってた曲もやるし、あ、そう、思い出たくさんあるので、あ、それを一人でやるの、そうそうそう、やるので、そうなんだ、ぜひ11月1日で出演者は福井ララちゃんと長月ほなみちゃんとみきゆきなちゃんと私の4人しかいないんで、まあ結構内部な感じで盛り上がれると思います、全部で私は24曲歌うので、わお、はい、歌うたの2000もね聞けますんで、ぜひぜひお願いします。今回でね、このガールズサーズデーの第5週目の私の MC はラストになるんですけど、うん、ももしも前やってたもんね、やってた、3週目ぐらいだったかな、多分2、3週目2、3週目やってたかな、そうだよね、で、5週目もやってた、まあ、本当これ、うん、あ、なんかネマキーズか、ネマキーズ、そうそうそう、そうかそうか、多分先週行きまくったね、そうだよね、だって月にガチの MS でしょ、そう、したらもう5、6回来る感じになってたんだよ ね、 そんな好きじゃないのに北千住なんてクソ遠いからだよルミネとかあるから、いや、もうクソ遠いだけまあそうね、うん、そうね、まあでもでも、カレンちゃんとかやってるでしょ、まだだってここやってんのか、あ、そうだ、あ、来月出る出る出る、そう、そうですよね今結構振りなつもりだったんだけど、出るわ、言わねえなと思って、来月5日ね、そう、カレンちゃんと、そうそうそう、マニちゃんみたいな、ね、ちゃんっていう子の、うん、あの、ね、そう、ゲスト出演、そうだよね、ここまた出ますね、いや、どうしよう、ちびっこと喋るの久しすぎて何喋ってるんだろうね、ちびっこって言わないの、え、なんかさ、だってさ、ちびっこってダメなことあるでしょ、いろいろ喋っちゃいけないこと、あ、確かに、ね、え、18歳未満だよね、だってカレンちゃん18歳以下か、はぁ、あ、2人とも厳しい、何喋ったらいいんだろうね、そこはさ、やっぱ2人に分かんないようにこう1人で進めたらいいんじゃないの1人で、うん、いろいろ教え込むっていうのもありだけどね、興味ある年頃だからね、うん、ね、うん、そうだよね、悪知恵は教えないよね、だって知っていかなきゃいけないから、そうだよ、そうだよ、どうしても言ってあげない、いろいろ失敗しないように ね、うちらみたいに、どういうことうちらみたい、私失敗はしてないわ、あ、そう、うん、私だけか、うん、ごめんね、はい、というわけで、まあ、この白井萌香のネギラの音楽セカンドは今回最終回なんですけど、はい、まあ、11月5日をほらまたゲスト出演もするし、はい、今後も多分続くとは思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。私は先ほども言った通り活動はやめませんので、はい、東京喫茶ちゃんとあのダンス苦手なんですけど、私みんなについていける、絶対嘘じゃんね絶対嘘じゃん、あのね、嘘じゃないんだ、ほら反応見て絶対嘘じゃん、そうだから、あの、うん、頑張っていきますんで、うん、私もね、ももしもこれからも頑張っていきますんで、はい、応援よろしくお願いします、お願いします、ありがとうございました、またねー。